あのタイヤに激突したから大破しちゃった。あ、タイヤに激突した。結構壊れてるね。これはもうちょっと直すの大変やな。もう直せねえな。乗せ採用してくれ。栗山さんね。今日は撮らない。ホームページに出さないでよ。出さない出さない。どうしてもその金具をね、壊して入れようとしたんだけどね。あらあら、こんなにもらっちゃった。もったいな。もったねえな。飲む？火つけようか。ごめんなさい。火はつけないけど、あそこへ入れとく。すごいよく燃えんだ。アルコールが燃えた。熱い。見えなかった。見えなかったね、今ね。旬の生牡蠣。今日は牡蠣だ。牡蠣をね、生牡蠣で食うの？いや、生で食べたかったら食べていいです。嫌だ。嫌だじゃないよ、食わなきゃダメだ。絶対お腹痛くなる、うん、じゃあ牡蠣を焼いたら食べる。方言で喋ってます。似てる似てる似てるね、うん、茨城だべうちの方はべじゃん。べじゃないの、べかだっぺ茨城と随分違いますよね。あの海岸口と、陸地の方と随分違う。同じ茨城で今似たようなことは。いや、あれだったらそれだけ乗せてもいいですか。いや、いいです。めんどくさいでしょ。とめんどくさいもんね。これだけ取っとくか、記念に。こうやって取ったらあれやね、地獄の釜で煮されてる美濃さん早山さんの次早山さんの次入ってるかそんなもんでしょ。若かったよね。でもあの人6時まで持ったら思ったよ。わあ、確かに。そうそうそう。だけど最終的には定年までだからすごいですよね。今から考えられる。はい、スタート。さあ、審査客が出してる。浮かなかったよ。浮かなかった。それ何が取れてた。